はい、1429回始めます。2023年8月6日です、日曜日ですか。広島原爆の日ですね。また甲子園とかでね、あの黙祷とかあるんでしょうか。 NHK でもね、戦争の番組ね、この8月6日とか8月9日とかね、あと終戦8月15日とか、いろいろね、戦争 の昔ほどじゃないけどね、ドラマとかありますよね、この時期ね。なんか、まあ、日本の夏ね、毎年ですけども、まあでもね、戦後もう70何年、経つんだから、80年何年か ?80 年はいかないか。うん、80年近く経つんだからね、もう戦争の記憶っていうのもね、薄らいでっていいと思うんですけど、私はね、何なんだろう、毎年夏、暑い時にこう、旬となるのはあんまりね、もう、大事だよ、大事、忘れないとかね、受け継いでいくっていうね、大事なんだけども、ちょっとね、NHK はじめ多すぎるんじゃないのかなと。まあ一時期より減ってきたんですけどね。はい、で今回マネーポストっていうところからね、コンビニのトラブルの話書いてます。タイトル「マイセンって何ですか?」と、客が激怒もっていうことで、コンビニで頻発するタバコ販売に関する、タバコ販売をめぐるトラブル、ね、人手不足の店側の苦悩っていうことでね、はい、出てます。タバコ販売をめぐって客と店員の間でトラブルになることもあるということで、まあタバコね、私吸う側の人間から言うと、本当ね、このトラブルになってるね、店員さんとか外国人さん、申し訳ないなと思いますね。マイセンって言われて、あなた今時分かる外人がいますかっていうね。もっと言うと、日本人だって分かんないよ、マイセン言われても。はい、まあマイセン言って分かる人は喫煙者ですよね、今時ほぼ、ね。人手不足に悩まされるコンビニ業界と、かつて主戦力だったフリーターに代わってね、今や外国人やダブルワーク、学生など多様な人材が現場を支えてると。ね、コンビニの店員さんね、私は一回もね、やったことないんですよね、コンビニの。だが、従業員の属性が頻繁に変わることでトラブルが起こることもしばしば、中でも多いのがタバコ販売をめぐるレジ対応でのトラブルだと。ね、実際にコンビニで働く店員に実情を聞いたと。で、コンビニオーナー60代男性 A さん、店舗の人手不足の状況を嘆くと、ね、アルバイト募集してもね、人がなかなか集まらないと。15年ぐらい前はね、募集出せば応募あったんだけどもね、シフトにたくさん入れる方優先していたんだけども、今はもう本当に全然募集出しても集まらない。当時の条件は週3日以上とかだったんだけど、今はもう週1日から OK みたいな、時間帯によっては3時間からでも OK みたいな、そんな募集でもなかなか集まらないとね。この A さんのところの従業員は外国人がもう6、7割ね、残りはダブルワークの人とか、あと学生さんが戦力になってますよと。ね、フリーターとかもね、やめてもうギリギリの状態なんです今。そんな A さんの店には最近高校生の新人アルバイトが入ってきたが、すぐ辞めてしまった。タバコをめぐるレジ対応が原因だったっていうことでね。タバコね、これね、本当にタバコ吸う人ね、まあ私もね、いろんな職場経験してるんですけど、やっぱ仕事によるのも多いかな。まあタバコ今吸う人100人いるとしたら、まあ大体比率で言ったら、どうだろう、男性7割8割ぐらいかな、女性2、3割ぐらいかな、お客さんの中で。その中でも電子タバコも多いからね今ね、で私みたいにプカプカ煙出るタバコ吸ってるのも少なくなったね。はい、もうシェアで言ったら電子タバコ2割以上じゃない？ 2 割3割ぐらいいってんじゃないかな。はい、で、タバコをめぐるトラブルでね、アルバイト、高校生のアルバイトが辞めてしまったと。何があったのかね。お客さんにね、マイセンくれって言われたみたいです。マイセンって何ですかってね、その人が言ったら、尋ねたらもう切れられたと。マイセン、ね、マイルドセブン、昔のマイルドセブンですよ。
今もうマイルドセブンなんかないのにね、マイセンって言ってくる。今メビウスに変わったんですね、あの JT の一番売れてる銘柄ですよ、メビウス。うん、マイセンだって釣ってんだろ、店員なのに知らねえのかよ、ね、教育どうなってんだよと怒るお客さんね。うん、そりゃ名前も変わってますし、そもそも高校生がタバコの銘柄なんかね、あの知識ないのは当たり前。お客さんとのやり取りに、疲弊したという A さん、辞めていきましたということでね、これはひどいね、本当にバカじゃないのっていうレベル。あのなんだろう、うん、やたらねコンビニとかでね、いきり立ってる人いますね、現場系の人とか、やたら威張り散らす人ね、何なんでしょうね、あなたお客さん神様だと思ってるんでしょうかって。まあまあこれは話別だけど、うん、でね、これ高校生の日本人に言ったって分かるわけないし、ましてや外人にね、外国人、まあ私の身の回りにね、あのコンビニあるんだけども、店員さんスリランカ人とかバングラディッシュ人とかいますよ、うん、そういうところに焙煎油って分かるわけないじゃんね。でコンビニで長年働く50代の主婦ね、うん、そこでもね、外国人相手になるとね、いきり立つお客さん多いと、タバコの対応に巡るトラブルは珍しくないと、お客さんの中にはね、略称とか愛称で呼ぶ人がいると、例えば赤丸、わかります皆さん、赤丸言われて、金丸、ね、丸面、セッターなど、これまあ私ね、セッターはわかる、赤丸もわかる、丸っていうのは、丸ボロね、丸ボロ、うん、まあ世界で一番売れてる銘柄ですよ、日本で一番売れてるのは メビウスだと思うんですけども、世界で一番売れてるのは丸ボロって言われてますね。はい、丸ボロはあれフィリップモリスかな、フィリップモリスの丸ボロね。はい、あと金丸、これも丸ボロなんだけど、丸ボロのゴールドって言ってね、金色の丸ボロあるんですよ。あと丸ボロメンソールのこと丸面、こんな略してね、言ったんだよ、外人スタッフ通じないですよ、うん、それ分かってんのかなんのかね、これもういきなり目くじら立ててね、大声出す人がいるんですね。はい、日本語勉強しろとかね、日本人呼べとか言ってね、言い切り立つ人いるらしい、うん、こんなんでね、気分悪くして、ただでさえ人手不足なコンビニの店員さん辞めていくと、そりゃあね、まあ、コンビニね、いろいろYouTuber とかね、動画上げてますけども、疲れちゃうね、いろんなお客さんいてね、コンビニの店員もね、ほんと大丈夫なのっていう人ね、日頃ストレス溜まってんのか知らないけど、それを別に店の店員さんにストレス発散するっていうのはどうなのかと思うよ。だから無人店、レジとか大事だと思う。うん、もういちいち食ってかかってくるようなね、精神いかれてるような人いっぱいいますから、世の中ね、はい、そんなの対応してたんではね、まともに言ったってしょうがないんだから、そういう人にね。で、私この話題でね、うん、コンビニでのタバコをめぐるトラブルなんだけど、ここからね、まあ、派生するんじゃないけど、私はねこれ、うん、思ったのがこの略語ね、丸ボロメンソールを丸面って言ってみたり、赤丸の赤い丸ボロのことを赤丸って言ってみたり、この日本人はすぐ略すね、うん、それがあなたの世界ではね通用するのかもしれないけど、一般社会では通用しないよっていうことがたくさんある。近いところで私のチャンネルでねやったのがね、1396回武漢の女性2人を、まあ、性的に暴行したっていう社長さんのことをやったんだけど、この社長さんがねパリピって言われてたみたいで、パリピ、パリピなんか分かりますか皆さん、わかんないよ。私わかんなかったもん。パリピって何って、パーティーピープルの略みたいなんですよ。こんなのわかる、パリピとかなんとか。うん、こう新しい、まず、パーティーピープルって言われたってわかんないんだから。それを訳されたらもっとわかんないよ。うん、このね、それで、なんか知ってる人っていうのはね、なんかこう、マウント取ってくるのね。パリピパリピ。知らないパリピみたいな感じで。相手が知らないことをね、分かってて言ってくるのね。これ私ね、特にうちのね奥さんとよく喧嘩になる。うん、昔例えば100円ショップのこと100均とか言われ始めた時、何借金みたいなね、借金って何みたいな、うん、借金借金とかね。あとうちの奥さん、まあこれ出所分かるかも分かんないけど、じゃあ柱洗って
橋ドラで待ち合わせしようとか言われたんですよ。いや橋ドラって何よみたいな、橋ドラ、うん、どうも橋本ドラッグっていう意味らしくて、そんなのあなたの地元にあるのかもしれないけどね、あの有名なチェーン店でもないんだから、全国的には。なんかうちの奥さんの出身地のねところで橋本ドラッグっていうのがあったらしいのよ。今はあるのか知らないけど、それ橋ドラ、橋ドラ、橋ドラっていうのよ。そんなのあなたの世界では通用するけど私の世界では通用しないよと、もう略すのやめようよっていうね、いきなりね、相手が知ってんのか確認して、うん、そんで相手にその略を教えてから、うん、そんなの言うんならわかるけど、もうなんだか上に立ちたいんだかなんだか知らないけど、いばなんかね、うん、略してくるのね。あと私奥さんとね、もう若い頃20年ぐらい前ですよ、うん、喧嘩したのが、奥さんがね、ボタバラって知ってるって言うんですよ。ボタバラ知ってます？皆さん、ボタバラね、豚バラかと思ったよ、豚バラ。豚バラなら知ってるよ、うん、豚のバラ肉でしょっていう、ボタバラって言われたの。したらまず、ボタンとバラっていうドラマが流行ったらしいんだな、2003年とか2005年ぐらい、あのまだ笑っていいと思うよとかやってた時期にね、笑っていいと思うの後に、あの小堺一機さんの何でしたっけ、ごきげんようでしたっけ、なんかありますね、あのサイコロ回すやつあれがあって、フジテレビで1時半からのメロドラマでボタンとバラっていうのやってたんですよ。それがまあジェットコースター的な、まあまあまあ小沢真珠さんとか出てね、うん、当時そこそこ人気だったらしいんです。視聴率も高くて、ただそんな番組働いてる人見れないから、1時半からのフジテレビのドラマなんかね、男で見てるなんかいない。まあおばさん連中、うん、主婦の間でちょっと流行ったみたいなんです、ボタンとバラっていうね、うん、それでうちの奥さんが、ボタバラ知らないの、え、知らないの、あれすごい流行ったんだよとか言って、もう知ってる、みんな知ってる前提で喋ってくるんですよ。しかも略して、私ボタンとバラって言われたって知らないんだから、うん、そのね、もうほんと略語いいんだけども、知ってる間でね、身内で盛り上がるのは、知ってる者同士で盛り上がるのは分かんだけど、まずあのね、それ知ってるか知ってないか分かんない相手に対しては、まず正式名称を言って、これ略すとボタバラだって言って、その後話してね、略していきましょうよっていう話。このコンビニのね、赤丸とかね、丸麺とかいうの、これもうバカじゃないのっていうね、生きり立ってておっさんとかいるのかな、皆さんやめましょう。あのそれで生きり立ってね、店員責めてこうやってね、せっかくね、コンビニのバイトに応募した高校生アルバイトとかが傷ついて、下手したらメンタル病んで辞めてきますからね、これね。もう二度とコンビニとか接客業とかやらないですよ、こういう人は、うん。本当にね、もう、もっと相手の立場になって思いやり、うん。私、タバコ買っ、まあ、正直あるけどね、コンビニとかでイライラするときはね、うん。人がレジで待ってんのになんか、ね、棚卸しとかなんやってる人いますからね、うん、物の補充とかね、気づけよっていうね、言う人いるんですけど、急いでんだからこっちはっていうのあるんだけども、いちいちねコンビニの店員さんに怒ったところで、ね、ストレスぶつけたところで、もう本当にねストレスぶつけるのやめましょうよ、うん、っていうこと。あと略語ね、略語、うん、どん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 新しい言葉出てくるね、その新しい言葉についていくだけでもおっさん連中大変なんだから、その新しい言葉知らないんだから、まずその知らない言葉をさらに略すってどういうことっていうね、これやめていただきたい、若い連中、本当に。特にね、年配の方向けにはね、本当ね、まず言葉を教えて、その後略すとこうだよって言って、そこから話し始めましょうよってことね。この略語文化、ね、これもどうかと思うよ。もうどん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 新しい言葉出てきて、それを略すんだから厄介だよね。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いしますよ。1429回終わりたいと思いますね。はい、失礼します。ありがとうございます。